あ、すごい、もうこの5項が差して見えるぐらい素晴らしい腹筋、セクシーですね。このグレタヒヨコを見たら左を向くとガンギマリウサギがいるんで、ガンギマリウサギのところを飛び越えます。足、英語で言うならそうですね、種付けホールドデストでも言うんでしょうか。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。ヒットマン3の実況プレイ第3回目ですね。前回ね、グレイさんが命を落とすという衝撃の展開がありましたので、その直後から始まっております。変則的ミッションになっていて、最初にブリーフィングがありません。左上に書いてあるね、コンタクトオリビア、オリビアさんと合流しろっていうね、あの最後のグレイさんの一言、これに従って行動していくことになります。車が止まっている。ライトつきっぱなし。不吉ですね。あ、誰か倒れてますね。これは、あ、絶命してますね。あの、毛根も絶命してる感じですけど、この方のハゲ方がそっくりですけど、コンスタントさんではありません。ただのね、一般のハゲですね。やっぱモブハゲはね、こういう扱いされるっていうところですね。電波塔と、何かね、奥に建造物が見えますが、不吉なロケーションですね。何が待ち受けてるんでしょうか。We've been compromised. Abort and walk away now. Who? ICA. They tracked me. Don't know how. It's what they do. How many? One prime asset and a whole pack of up and comers. They've infiltrated the club searching for us. Chris, I think I killed one of them.Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Keep your head down. I'll take care of this. さあ、エーペックスプレデター、ベルリンのミッション開始です。そして敵はエリミネートザ ICA エージェンツ。フルスの ICA が敵になります。あれ、エージェントなんですけど、通信傍受しないとね、わからないんです。さあ、第一村人ならぬ第一エージェント発見。拳銃ちょうどいいんでいただいておきましょう。さあ、このね、ミッションはエージェントを発見しながらどんどん始末していくというミッションです。敵の通信機器を奪ったんで通信が聞こえるようになりました。かっこいいな、これ。この建造物、この形ちょっとすごい気になるんですけど、まあ、ここはね、ちょっと多分あの、もともと違う施設だったものを再利用したクラブですね。これクラブのあの、順番待ちのお客さんです。すごいですね。大人気です。人がいっぱいいますね。ああ、人がいっぱいいるな、これ。あ、すごい、もうこの5項が差して見えるぐらい素晴らしい腹筋。セクシーですね。ただ、実際現実で見るとね、あの、まあ、いやらしい目で見ちゃいけないってところもあって、あの、お腹冷えないかなって心配になるんですよね、ああいうの。なんかあの、腹巻きでもしますかって感じになるんですけど。楽しそうなものがあるんですけど、この先行くなって言われるので、ちょっと横にそれてね、このグレタヒヨコを見たら左を向くとガンギマリウサギがいるんで、ガンギマリウサギのところを飛び越えます。ガンギマリウサギが目印だと覚えてください。通り過ぎていくと、ここはもうすでにね、侵入禁止エリアです。で、エージェントの数がハテナで隠されているんですが、このマップね、ちゃんと数えてないんですけど、多分ね、10人以上エージェントがいます。ですが、その中の5人始末すれば OK。そしてこの目の前のやつもエージェントです。色がつかないな。まあ、通信したりするのをね、近くで見ると、正体わかるんですけど、ちなみに今ヒューズを拾いました。
このヒューズを使ってね、ちょっと遊びます。あ、通信しだしましたね。これでわかります。まあ、別にわからなくてもね、誰かはっきりしてれば、白い状態で暗殺しても全然構わないんですが。で、このね、上に登って楽しいものがあるので、よいしょ。クレーンなんですけど、こう、重りが上にあるんですよね。で、リリースボタンがありますので、何をするかもうお分かりですね。ちょっと待機します。やってきました。はい、さようなら。まあ別にこんな派手なことしなくてももちろんいいんですけど、せっかくですからね、楽しくやりましょう。楽しくやっていきましょうね。まあ、足。英語で言うなら、そうですね、種付けホールドデストでも言うんでしょうか。ちょっと警備の方を横目に見ながら、さらに先に進んでいきましょう。一段登って、さらにもう一段。ここからね、はしごを登れば、屋上に出ることができます。比較的オーソドックスなルートですね。でそこでなんかね、黄昏れてる人がいるんで、この方、こちらに来ていただきましょう。通りすがりにね、取ってきたバールを使って、こじ開けて、おびき寄せます。そろそろね、お洋服着替えた方が移動がしやすくなりますので、こちらに来ていただきましょうね。ちなみにすぐ近くにもう一人エージェントがいます。今通ってるルートはね、比較的効率よくエージェントを始末していけるので、割とおすすめです。この方エージェントじゃないんでね、あやめてはダメです。よいしょ。はい、じゃあね、移動しましょうね。疲れてるようなので安静にしておきましょう。お洋服をお借りします。うん、拳銃一応もらっとこうかな。ただ音が出るんで、ね、使いづらいですね。そこにいる人がエージェントです。そのうち通信すると思うので、見ておきますけどね。下ね。はい、正体判明と。移動しないね。じゃあ、ここで行くか。あれ、ガス容器なんで。これ、ただのガス紙です。暗殺とはバレません。ガス爆発で不幸にも命を落とした人扱いですね。ここはね、ショートカットなんで、バールでこじ開ける感じですけど、もう開いてますね。さあ、クラブの中に入っていきましょう。3人始末しましたね。すぐそこにもね、あやばむなむだ。エージェントがうろうろしてますけど、とりあえず今目の前にいた人を中におびき寄せます。邪魔なので。危ない危ない。 He's anticipating every move we make. He might be listening in.買えなくてよかった。レンチを拾ってと。あ、この人ね、この人割と邪魔なんで、もう一回ね、電気を落としてエージェントを中に呼び寄せるんですけど、あ、これがいいな。気づいたな。この人ね、エージェントなんですけど。これね、多分ね、電源入れた後に通信すると思うんですよね。やっぱり。まあ、一応ね、エージェントと判明してから始末しましょうかね。記
気分的に。よいしょと。この通信係のね、女性の方もね、気が気じゃないと思うんですよね。通信した人がね、どん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 消えていきますから、怖いと思うんですよね。で、あと一人始末すれば終わりなんですけど、まあ、正直あと一人誰でもいいんですが、せっかくなんでね、クラブの中心に行ってみましょう。降りてって、結構地下深くにあるんですよね、施設が。で、ここです。ここがね、何でしょう、これ、ユグドラシルなのかよくわかんないですけど、このね、ステージ一番セクシーな人、この方なんですよ、これ。セクシーでしょ。このオイルでテカった肌。そしてね、もう、こう、豊満なチブサ。セクシーですよね。謎のダンスですけど。素晴らしい。さらに地下があります。あ、危ない。あれエージェントです。あの人始末します。ただね、ちょっとやりづらいので、こっち来ちゃう。反対から回る。あの方ね、ある場所におびき寄せることができます。そうじゃないときはね、二人一組、ツーマンセルで、ね、こう、ずっとぐるぐるしてるんで、やりづらいんですよね。あ、こっちじゃなかった。で、このクラブの本当に奥の奥ね、もう本当に普段はなかなか見られないような場所におびき寄せることができます。で、ここを開けて、あ、ちなみにここ DJ ブースなんですけど、ちょっとアンロックしますね。さっきピッキングツールくすねました。DJ の人のね、服すごくないですか、ここ。謎の感じが、まあ、制服はいいんですけど、あっちなんかこう中国漢字みたいなよくわかんないのが書いてあるんですけど、この DJ ブースの上に登るとね、このダクトの上通れるようになりますん で、こっち行って、こう下ね、見張ってる人がいていけないん で、あのカメラがついてるとこですね、ここ VIP ルームというか、多分支配人の方がいるので、ここにね、おびき寄せます。支配人の方、この方ですね。この方の服、後でお借りするんですけど。なんか落ちてる。とりあえず、ちょっとここに、おとりの拳銃でも落としとくかな。この蓄音機を鳴らす。3人いるんですけど。音が鳴ると、オーナーの方がね、こちらにやってきます。で、あと残りの二人ね、多分ね、オーナーの服を奪ったら、時間経つと出てくるはずなんですけど、ちょっと時間短縮のために一人、銃をね、置いておくことによって、オーナーが銃があるぞって言って、護衛の一人がその銃をね、持って消えますので、まあ、早めに一人、この部屋から退出させることができます。ただ多分これね、あまり必要ないんですけど、まあなんか気分的に暇なんでやってる感じですね。で、オーナーはこっちに来て、この蓄音機を止めます。めっちゃ近いんですけど気づきませんね。はい、お疲れ様。ヒットマン3ね、この壁に張り付いての、なんというか、引き込んで倒すっていうアクションが、普通だと結構暴発してね、違うアクションになったりしたんですけど、それが起きないので、なかなか優秀です。で、オーナーの服を取ってと。あ、いかんいかん。拳銃は出さない。で、この人多分ね、そろそろどっか行くんで。そうしたら、ここの電話機で、先ほどの、うろうろしていた IC エージェントを呼び出します。よいしょと。That's not Hirschmuller. 47 must have taken him out. I know, but I'm intrigued how this plays out. ね、オペレーターさんが気をつけるんだよっていうことを言ってるみたいですけど、普通に入ってきましたね。これで二人きりです。I know you're in here.
Rolf. Show yourself. コーンと。で、とりあえず近くまで引っ張ってって。よいしょと。じゃあ、さよなら。ちょっと拳銃借り、拳銃じゃない、服借りようかな。で、おかしいなってなって、結構騒がしくなるはずなんですよね。ちょっと一時隠れましょうか。下のマップ見てるとわかるんですけどね、結構ここに人が入ってきますので、しばらくはここでおとなしくしとくのが吉な気がします。全然気づきませんよね。頑張ればね、結構かいくぐって進んでいくこともできるんですけど、まあ、純粋にサイレントアサシン発見されずにね、うまいこと立ち回りたいんであれば、しばらくおとなしくしておくのが一番いいんじゃないですかね。タイムアタックとかしてるわけじゃなければ、これが一番おすすめです。うん、このぐらいになったらいいかな。危ない危ない。これであとはね、一気に駆け上るだけで、基本的に簡単に脱出できます。そういう意味で出るとき、帰りもね比較的帰りやすいってことで、まあいい遠足コースなんじゃないかなと思いますね。このルートは他にもねたくさんルートはもちろんあるんですけど、あ、いかいかここまで行かなくていいや。ここ出て、そうすると3人目かな、3人目あたりを始末したところに戻ってきましたので、また3つのね骸骨のところまで行って、今度は左手かな、このクロークなんですかね、にお洋服とか預けてるところ、ここ抜けれますので、ここもショートカットなんですけど、ここからお外に出れます。でもうほんと最初の入り口のところまで戻ってきます。なんかあなたのビッグウェーブさんみたいですね。気づきませんでしたけど、スーハーダーにその格好はどうなんですか。とはいえ今日もね騒がしい場所でしたけど、まあ比較的穏やかに仕事をこなすことができました。では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録高評価いただけますと励みになります。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。じゃあね。We're clear. You killed all of them? They got my message.Where are you? Diner. Up the main road. On my way. You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there.You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. But not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show, you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands.The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't.The real question is, what will you bring to the table?